んだけど。鼓動をね、はい、2人で踊ったんですけども大変だったね。大変でしたね。練習大変だったね。皆さんいかがでしたか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと私たちお着替えがあるので。そうですね、失礼します。失礼します。また会いましょう。また会いましょう。はい、さて、ということで今日は何の日ですか。今日はなんとなんと夢中の7期生のお披露目ステージです。イエーイ。お披露目ステージです。もっと盛り上がって今日だったわ。はい、じゃあということで七木ちゃんを呼びたいと思います。みんな出ておいで。いや、多いですよね。そう、何人だっけ。11人だよ。11人。そう、なんで止まった。誰か答えてくれるかなと思って知ってたけど。はい、はい、ということでなんだっけ、簡単に活動面
なんだっけ、メンバーカラー、メンバーカラーの方を、紹介していきたいと思います。はい、アップルグリーン担当のねねちゃんです。イエーイ。はい、ティファニーブルー担当のハリニャちゃんです。イエーイ。はい、ミルキーホワイト担当のももちゃんです。イエーイ。ココアブラウン担当のなおちゃんです。はい、アイボリー色担当のみくるちゃんです。イエーイ。2列目いきましょう。はい、はい、前後移動してみんな分かって。はい、はい、君は菜の花色担当のいおちゃんです。あ、はい、ターコイズブルー担当のりっちゃんです。タンポポ色担当のひかぽむちゃんです。ごめんなさい、ひかぽむです。お待ちください。はい、バイオレット担当のひなみちゃんです。最後にポピーレッド担当のひなこちゃんです。イエーイ。ローズピンク担当のちせちゃんです。はい、覚えられたでしょうか皆さん。ちょっと難しいかもしれない。見てて分かったと思うんですけど、私たちでさえ覚えられてないです。ちょっと怪しい、はい、ごめんねみんな。公式ツイッターにメンバーカラーと名前と全部写真とか載ってるので、ぜひチェックして覚えていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。さてさて、そろそろ次の曲に、はい、行きましょうか。じゃあ位置についてもらって、はい。
二曲目はなんだっけ、ガールズルール。そうみんなで七期生とやりました。イエーイ。で三曲目はプラトニックプラネット、四曲目はビタンさんをお送りしました。イエーイ。ここで告知があります。6月4日の、はい、6月4日の浅草橋の会場にて、SGR 出演させていただきます。メンバーはSGR じゃないかも。SGR じゃない、もう一個かもしれない。まあ、イベント出ます。はい、ありがとうございます。メンバーは6期生の私たちと、あとは7期生が何人か出てくれる予定なので、ぜひ今日7期生にも推しメン皆さん見つけててください。よろしくお願いします。で、イメチューは一部なんですけど、私は2部でゆかにゃーりんで、元嘘つきエモーションさんの、エイリンちゃんと一緒にゆかにゃーりんとして出演するので、よかったらこちらも遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、ユニドル2022夏大会関東予選の1日目に夢見る乙女の青春中出演させていただきます。出演メンバーが、アダユー、ミータン、マリリン、トラ、ユミ、ひなた、あと7期生のこの一部が出てくれます。なのでぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ななきちゃん呼ぶか。呼びましょう。はい、ななきちゃん、ななきちゃん、かわいい、かわいいね。やっぱりすごい多いな。全員揃ったからね。そうだね。じゃあ、夢中のお披露目曲といえば定番のこの曲をいきたいと思います。聴いてください。ハッシュタグ好きなんだ。